The most beautiful sound next to silence. 沈黙の次に美しい音。カズチャンネル。MC のカズです。このチャンネルでは ECM レコードのアルバムレビュー、私自身が体験した ECM アーティストのコンサートレビューなどをオランダはロッテルダムからお伝えしていきます。ECM が大好きだという皆さん、ヨーロッパのジャズが大好きだという皆さんもチャンネル登録をよろしくお願いいたします。気に入った投稿にはぜひ高評価をいただけると嬉しいです。今日紹介するアルバムは Spotify のリンクを貼っておきますので、ぜひ聴いてみてください。さて、それでは今日の一枚をご紹介していきます。今日の一枚はアルメニアの天才ピアニスト、ティグラン・ハマシアンの ECM レコードからの初リーダー作、ルイス・イ・ルソです。ティグラン・ハマシアンといえば、この作品の前には別レーベルから出した1枚、モクルートというアルバムが、アルメニアン・プログレッシブ・ジャズとでも呼べるような、とにかく演奏者泣かせの激ムズ、バカテクのアルバムでした。そんなハマシアンの ECM 初リーダー作は、自分の国でもあるアルメニアのエレバン州室内合唱団との共演で、アルメニアの宗教音楽から賛美歌とシャラカンというアルメニアの典礼の歌を取り上げた作品になっています。演奏されている楽曲は5世紀から20世紀のアルメニアの正教音楽の聖歌をティグランの解釈、独自の解釈で演奏しているもので、バカテクピアニストのティグランにとってこれ系の音がいかに彼にとって大切で、彼のオリジナリティやその楽曲演奏にもどれだけ影響を与えているかということが分かるような一枚になっています。まさに現代の化け物、ティグラン・ハマシアンのルーツを聞くような思いで聞ける名盤です。この作品に先ほど申し上げたモックルートのようなガンガン行くバカテクのジャズを期待すると完全に期待外れです。モックルートでもこのアルメニアの独特の音が実は基本になっているので、そのルーツを聴いているような感覚で聴いてみるとものすごくいいアルバムに聞こえてくると思います。このアルバムでのティグランの音はとにかく限りなく美しく優しい音で、ピアノのソロで聖歌をまるで奏でながら歌っているような箇所もあれば、そこにエレバン州室内合唱団の声、これがまた歌がまるで天から放たれて地上を覆うように照らす光であったり、時には雨のような音で全体の音像を素晴らしく作り上げていきます。伝統の音をリスペクトしながらそれに融合するように演奏されるインプロビゼーションもあって、そのインプロとコーラスの対峙っていうのがこれまた素晴らしい空間を作っているんですね。ティグラン・ハマシアンは実を言うと2021年、去年ですね、ロッテルダムのノースシージャズフェスティバルのアーティストとしてトリオでの演奏を生で見ることができました。去年といえば、ちょうど夏ぐらいだったので、コロナの規制がまだ若干残っていて、で、それがちょうど溶けて、会場内ではソーシャルディスタンスはあり、テーブルで分かれていて、テーブルとテーブルの間が、1メーター半ぐらい空いてるんですかね。で、人数によってそのテーブルが何名座れるかというのは決まっているという感じで、でも、会場内に入った時にはもうマスク着用は基本的には必要がないという状態で、開かれたコンサートでした。
で、この状態になった直後の話なので、脳死っていうのは結構1年以上前から出演するアーティストが多分100、150アーティストぐらい、来るので、前々から決まっていることが多いんですけども、去年の場合にはちょっと普段とは違っていて、このティグラン・ハマシアのコンサートも、急に決まったという感じのコンサートでした。で、どんな感じのコンサートだったかというと、今日逆に紹介しているようなこういう音ではなくて、モックルートを中心としたような、トリオでの演奏だったんですけども、もうこれはメンバーだったらやりたくないなっていうの曲の連発です。本当に激ムズ、変拍子、それからユニゾンで、そのユニゾンの合わせもカウントが取れない状態からガンガン合わせていくっていうような、本当に演奏してる側にとっては地獄のような楽曲と演奏の連続で、聴いているこっちは完全にノックアウトされました。自分はまあもともとベースをやっていていろんなものを弾いていたんですけれども、こんな楽曲だけは絶対にやりたくないっていう曲しかやってないっていうようなコンサートです。まさに、見る人が見ると放心状態になるような難しさで、それを全員が楽々と演奏していたので、見ている観客も最後にはもう大歓声とスタンディングオベーションで終了したというようなコンサートです。そんなコンサートでも、実は今日ご紹介しているアルバムのようなアルメニアの香りであったりとか、もうちょっとした旋律であったりとか、その美しさっていうのはひしひしと感じられるので、アルメニア人としてのティグラン・ハマシアのルーツはやはり今日ご紹介しているこのアルバムのような音なんだと思います。このアルバムをリリースした後にエレバン州室内合唱団を伴って、アルメニア、それからトルコ、レバノン、ドイツ、イギリス、スイス、アメリカなどの教会を回るツアーにも出たんですが、その頃はまだ自分はオランダに住んでなくてシンガポールに住んでいたために、わざわざ見に行くことはできずに、このメンバーでの演奏を生で見ることは叶いませんでした。このアルバム後に ECM からもう1枚だけティグラン・ハマシアンはリーダーアルバムをリリースしているんですが、そちらは ECM の40代前後の若手の化け物たちを集めて CD2 枚組でリリースした作品です。そちらも、まあ、モックルートのような感じの作品ではなくて、アルメニアの音楽をベースにして他のヨーロッパの若手の、化け物楽器奏者たちをそこに乗せることでちょっと新しい音を作ったよというような感じのアルバムになってますので、もし今日の1枚が気に入った方はそちらの方も聞いてみてください。それと、ECM の作品とは実は関係はないんですけれども、先ほど申し上げたモックルートは本当に死ぬほどすごいので、モックルートの Spotify のリンクも合わせて貼っておきますので、そちらの方も聞いてみてください。それでは今日のレビューはここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日のレビューが気に入った方は高評価をいただければ嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。